NHK をぶっ壊す、いや壊れてねえし、おめえがぶっ壊れてるだけなんだけどな、うん、ちょっと手短に、先ほど元 NHK から国民を守る党の党員で、今東京都の豊島区の区議会にしている葛沢良治という人物への電話をして切られたという動画を出したんですが、ちょっともう一度同じ音声聞いてください。え、俺電話したら繋がんの？え、繋がんのね、橘ちゃん。着信拒否とかねえよな、お前な。あ、繋がったじゃん。電話出ろよ。もしもし？もしもし。何？もしもし、サーファーたかしと申しますが。ああ、何よ、要件は。何や、要件よって。なんでそういう。もういちいち電話してこんでええんかや。もう要件だけ聞いてあるからいいや。じゃあ、要件に言いますけど、よろしいでしょうか。ああ、どうぞ。豊島さん、東大阪市議会議員選挙で、高裁まで行って、棄却された彼、議員失職しましたよね。で、あの時、徳安駅前で、立花さんが選挙運動中にね、僕のことすごい揶揄するごっこで、動画あるんですけど、その時に、僕が、間もなくもうガサが入るからとか、いろんなことを虚偽、発言されてましたよね。まあ、虚偽だと思うんだって、それ法的手続き取ればいいじゃん。は？もうだからさ、もう文句あんねやったらさ、だから会いに行くからや、9月9日によ、なあ、好きにせえや、もう好きにしてやるからなあ、だからお前逃げんじゃねえぞ、だから好きにせえや、だから逃げんじゃねえぞ、お前はよ、もう逃げるとお前がこの間も来るって、お前逃げとったやないか、はあ、よく言うな、お前な、お前も立花、じゃあお前さ、着信拒否なんで解除してんの、これ今電話、もう他のやつもあるから、他のやつがあるからなんで俺の着信拒否解除してんだよ、おめえや、全員解除して、お前金じゃねえぞ、この野郎なあ、豚この野郎、お前が今切るなって言ったから切るわ、はい、じゃあね、バイバイ、は何こいつ、天の尺なの俺これが立花なんだぜ、面白いなこいつな、なあ、はい、NHK をぶっ壊す、これが立花だよ、元 NHK から雑魚いわ、今東京都の豊島区の区議会にしている雑魚すぎるという人物への電話をして切られたという動画を出したんですが、ちょっともう一度同じ音声聞いてください。立花ちゃん、雑魚すぎるよおめえ、同じことやってんだけど今な、もしもし、腰抜きの立花隆ですが、葛沢さんですか？いや、俺さ、腰抜きのサーバー隆ですが、立花さんですかって聞いてあげればよかったかな。な、おめえな、腰抜けだろ。おい。な、な、おめえさ、金じゃねえよっつったら、ねえ、天の塾か。で、切るんだろうな。これ面白いな、これ。これが立花の正体だから。もしもし、はい、奥さんがしてます。腰抜きの立花隆ですが、葛沢さんですか？はい、はい、腰抜けまで書いてるの今見たんですが、はい、なんか機能しませんか？別にあなたから逃げてるわけじゃないですよ。いや、おめえ逃げてんじゃんな、俺のさ、会話もできずにさ、逃げてんのおめえだろうよ。よく言うな、おめえな。豚ゴリラ。な。で、お前の男に訴えろな。ああ。笑えるな、おめえな。おめえが訴えるって最初言ってんのぞ、これ。な。俺に。男やったら堂々と対面してさ。男だったら堂々と対面しろって。おめえが言ってんだろうな、ジョル対面しろや。
まあ9月9日にお前のところ遊び行くからよ。な、東京地方裁判所。な、最後の被告人尋問でさ、お前のさ、今までの狂言癖を赤裸々に公開しよっから、隠しとけよ、お前。な。何着信拒否解除したんだ。だって着信ブロックしたわけでしょ、この俺の携帯。ね。ね。で、何全部を解除したの。何のためにね。はあ、面白いな、お前な。これ、崇めてるな、信者いるんだ、未だに。お前、腰抜きやないか。これですよ。これですよ。男やったら、堂々と対面してさ。話しません。お前が腰抜きやないか。これですよ。お前電話切ってんじゃん。腰抜きじゃん。ね、ブーメラン全て突き刺さってんだけど、お前。ね、俺の電話取ってよな。なんでお前から切ったのね。ね、え、俺津田さんに言えんのこれって。ね、全て特大ブーメラン突き刺さってんだけど。な、インキャラたちはな。でしょ、これもう腰抜き野郎ってこれのことでしょ。これまあ詐欺師がよく使う手で、自分、いや、おめえが詐欺師なんじゃねえのね。なあ、むしろ。立花面白いなおめえな。まあ完全に俺のおもちゃになってんだけど、てめえは。じゃあよ、じゃあさっきの話の続きだった。これ答えろ、お前。あえて流してやるよ、お前によ。な。お前の虚言癖をあえてここで流してやるから。あ、さすが高橋はね、あんまり言えないんですけど、もうすぐ捕まると思います。あの、逮捕されないとは思うんですけど、ガサは入ると思いますね。なんかあいつ、あさって、柏木らしいんですけど、そんなとこ関係ないです。もっと違う警察が動いてます。あの、簡単に言うと、今回違う警察が動いてるって質問についたら、お前公安とか言ってたな、バカだからな。簡単に言うと、国会議員を相手にすると何、はい、答えろお前な、ちゃんと。ガサは入ると思いますね。なんかあいつ、あさって柏警察の方に行くらしいんですけど、そんなとこ関係ないです。もっと違う警察が動いてます。あの、簡単に言うと、国会議員を相手にやったことすると、警察は黙ってられないということです。一般の人と違うんです、我々は。一般の人と違うんだ。すげえな、政治家ってすげえ偉いんだ。あー、な、どうしようかな。お前、切ったよな、電話な。ありがとな、マジで。面白い、取れた。お前の虚言癖をさ、な、9月9日によ。お前、絶対ばっくれられねえんだから。俺はそこにいるっつだけなのし、ん？そこにいるっつだけなのしだよ、立花。な、クズアさん追いかけごっこしてる暇あんたら俺追いかけろや。相手してやるぞ。な、その代わり、おめえ、フルボックされる俺に。そろそろ2時間になります。休憩しませんか？いや、休憩してんだけどな。政治的に、政治家とか政党のやることを違法に妨害しようとすると、一般の人とは違う動きを警察はするとはっきり言ってます。だから普通に言ったら、あの、まあ、警察のやることを言うなって言われてるんですけど、それも言ってしまうんですけど、要は普通の人だったらすぐやり取り言うなって言ってしまうということは、こいつに内緒の話だよっていうことは言わない方がいいと思うよ。ねえね、口滑らせるようなレベルだろ、この豚は、マジで。電話すると、向こうにね、もうこんなことしてたら、あの、本当に刑事事件として動かなきゃいけないから、ダメよみたいな感じで警告をするのが通常らしいんですが、あの、刑事事件でダメよって誰言ってんだろうね。な、妄想立花ちゃん。電話出たよね、寿司屋なら切ったよね、電話ね。ね。なあ、立花、お前。なあ、楽
楽しいな。9月9日に会えるって思うだけで楽しいよな。なあ立花、お前それをすると、うん、まあ簡単に言うと証拠隠滅をする可能性もあるので、ここはあの先生がやる気だったらガチでやりますということで、もう動いてます。だからもうちょっと見ててください。もう多分今日彼昨日ぐらいから動画3つぐらい上げて、もう思いっきりボケそうってるでしょ。あれ僕本当に煽ってますから、あのあいつの罪ちょっとまだ軽いんですよ。もうちょっとね罪を重くして、あの逮捕まで持っていきたいと思ってます。もうちょっと罪を重くしてて、お前併合罪のスーパーカップ 1.5 倍になってんのね。ねえねえ立花、ねえお前のこと言ってんのこれ。あのちょっとほんま頭がすぎる。僕の前ではもうへこ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 、俺の前では電話ビク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 逃げまくってる立花ちゃんな。さあそろそろチェックメイト入りましょうかね。お前でチェックメイトしたら、まあマロンとビッグはもう扱わねえかな俺。うん、まあそれだけ。まあ立花ちゃんさ、電話取ってくれてありがとうね。ねえ、どっちにしろこの音声含めてね、お前と会ったおととしの8月14日参議院議員会館でな、録音した音声が今の楠澤さんとリンクし合うもんなんでね。ねえ、おめえがな、楠澤さんを責めるっていうことは、9月9日にお前がそれを否定してる音声が流されるってことだよ、これ。な、お前覚えてるだろうな。佐々木さんのバックは誰だったっけ？勝利会だ。中杉宏さん。ね。で、楠田さんは？もう言ってんじゃん。な。敷島だよ。敷島会だよ。やらねえって言ってんのに、お前今やってるよね。この音声が、なんかわからないけど、お前バカだから、ねえ、バチコン来ちゃってんの、今。ね。どうすんのね。やるんでしょうね。あ、やるんでしょうね。ね。ね。そうでイルカちゃん。寝かした寝かした音声つなよ。奴らがボロ出た時の最大の武器なんだよ。でもこいつらが暴発しにための、俺は抑止力として、なあ、武器として持ってただけなんだけど、どうやらこいつら暴発するそうなんで、俺の武器をそろそろ出す時が来たんじゃねえかな。それが9月9日だよ。な。こいつが、佐々木千康さん、ねえ、楠田さんやらねえ理由が全部このデータ音声にありますんで。はい。彼の発言、聞いてくださいね。なあ、立花！なあ。都度着信解除とかしてるんだ。なあ。まあ、お前陰キャラだからな。あ、やってそう。暇人だしな、お前な。なあ。ほぼ無職の妙なもんじゃん、おめえ。ツイッターもさね、俺のツイッターチャンネル、アカウントさ、二つ番ね、ブロックしてるぐらいのレベルだからな、おめえな。ま、お前のバケの皮、俺が剥がしに行くよ。じゃあ、あなたじゃな、9月9日、会いに来るよ。